から見たイワシクジラの親子、頭部の中央付近に2つの噴気孔がある。クジラ目では鼻の穴であるが頭頂部にあり、噴気孔、または潮吹き穴とも呼ばれる。種類により一つであったり2つであったりする。開閉が可能で噴気孔を開けて空気を水潜水する時などは噴気孔を閉じ水の侵入を防ぐことができる。 その他クジラは高い音を発するときもこの噴気口を使用する。ガランだけの噴気地帯噴気口とは火山活動及びそれに伴う熱水活動によってガスが噴出する穴。噴気口とも表記する。溶岩なども噴出する穴は火口と呼ばれるが、両者は単純にサイズによって大まかに使い分けられる。噴気口が拡大して加工となり噴火に至る事例もあるし、 噴気口が拡大して、加工と呼ばれるようになるが噴火したことがない加工と、いうのも存在する、ガランダケなど。噴気の成分は、水蒸気や二酸化炭素が主であるが、噴気中に、養分が多い場合では周囲に、純度の高い硫黄が結晶するために、硫黄鉱山として開発されることがある、日本各地の硫黄酸や硫黄島を参照。また、硫化水素、二酸化硫黄を多く含む場合は、 しばしば観光客の中毒死の原因となることがある。ありがとうございます。